世界は君を中心に回っていると言っても過言じゃない。これから生み出す全てを捧げても構わない。これにはあのクレオパトラでさえもご納得いただけるクオリティのご提供となるはずだったのにな。いらないって言われりゃそれまで。僕は君のことが好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい。答えがあまりにシンプルすぎてもうね何も言えないね。不運の念も出ないってこのことだね。でも気が済むまで好きでいるけどあんまり気にしないで。嫌われないように生きる僕では君に好かれないって一体何なんだ。振られてからずっと考えてるけど謎は深まるばかり。これにはあの少年名探偵でさえも途中で泣き出して家に帰ります。誰より大事にしたいと思う僕じゃなんでダメなんだろうな。僕は君のことが好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい。彼氏がいるわけじゃないみたいだしそうか好みじゃないのね。絶望って言葉がぴったりだね。押してもダメなら引いてみようかな。いやきっと気づかれもしない。記憶でも明日の強い自分でもなくて君なんだ。君が欲しかったんだ。僕は君のことが好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい。それなら仕方ないってならなくて今日も行き場のない思い体中に詰め込んでパンパンだぜ。もやけくそだってバカなふりして来週また行ってみようかな。毎週行ってみようかな。ああ、なななななな。ああ。